What's up everybody? りょうすけです。今日はね、アメリカでも行ったんやけど、じゃじゃーん、丸亀製麺。こっちにしかないようなメニューとかを頼んでみたいと思います。アメリカもね、むちゃくちゃ美味しかったんやけど、こっちでもね、 What's up buddy? で、こっちがメニューです。まあ、値段はそんなに日本と変わらない。で、こうサーブのスタイルもアメリカとも違って、まあ、どっちかというと日本寄りみたいな感じだね。で、かけうどんとかの値段も、まあ、これで300円ぐらいなんで、まあ、日本とそんな変わらんかなと。決めた。多分この辺がね、限定があって、これ鶏白湯うどんとかあるんやけど、これも多分限定なんじゃないかなということで、ビーフカルボナーラうどんを出します。これが日本にあったらごめんみんな多分ないと信じて、こっちの味をお伝えします。お楽しみに。いや、ちょっとね、日本にあるから心配になってきたんで、やっぱり鶏白湯うどんに変える。そしてスパイシーと普通のがあるんやけど、ちょっと透明っぽいのがあるんやけど、普通の方の白湯うどんをいただきます。スパイシー鶏白湯、スパイシー鶏白湯うどん。なんかご飯物もめちゃくちゃあって、すき焼きビーフライフ、あとやっぱこのサイドメニューというか天ぷら系が多い。見てこれ、鶏つくね、焼き鳥とかあるよ、ほら、いなりもある。そっか、もう分かりますよね。でもね、鶏白湯うどんいただきます。つらままかー、つらままかー、まかしー。あの、見ていただいているオーディエンスの方がいらっしゃる。これは多分ね、日本にないですね、鶏白湯うどん。うん、すごいあっさりした匂いで、鶏の、まずスープいただきます。あー、あっさりで、ね、美味しいな。すごいすごいすごい、声入りますからねうん、美味しいスープもね。じゃあこれいただきます。うん、薄いな、味がないな、ほぼこれちょっと何か入れないと味ないこんな薄いもんなのかな。これ辛いやつですね。あんまり日本にこんなにガッツリないよね、唐辛子。これやっぱ入れんと、うん、こんな感じでこのまま食うと味がね、捕獲しました。いただきます。辛くなっただけ。味の深みがあんまり申し訳ないですけど、あんまないですね。こっち美味しいですか。辛いですね。ちょっとね、これ実はスパイシーというメニューもあって、ちょっと味見したいと思います。色がね、もう全然違う。むちゃくちゃ赤いよね。あー、おーでも美味しい。こっちの方が美味しいです。ちょっと豚骨ベースみたいな味わい深い、ものすごく。こっちはね、味がね、スープ飲む分には美味しいけど、こう麺に行き渡ってないんで、あ、これは食べないとね、鶏ね。これは美味しい。普通の日本のつくねで、これこっちならではです。日本にないですね、焼き鳥。いただきます。ローソンとかで食う焼き鳥やな冷凍食品感がやっぱりね、あるけど、まあこれはこれで美味しいですね。これ全部で6万1000ルピアなんで、日本円にすると500円。まあ日本とあんま変わらないんで、まあ相当安いかっていうとそうでもないかなという感じなんで、アメリカでも俺食ったんやけど、おすすめはアメリカっすね。でこっち来たんやったらね、食う人ほぼいないと思うやけど、日本わざわざね、興味のある人は食べてみて、この鶏白湯うどん以外を頼むのがおすすめかなと。味がないんで。ということで、最後まで美味しくいただきまーす今日も動画見ていただいてありがとうございます。またよろしくお願いします。See ya! バイバーイ何の拍手ごめん、一つ忘れちゃった。お茶があるんやけど、これはね、有料やったわ。一杯100円ぐらいするな。1万3000ってこと、高いな。統括するとインドネシアの丸亀製麺は、ごめんなさい、これはあんまりおすすめできないかもしれない。屋台とかの方が全然安いんで、他の屋台の動画とかもぜひ見てね。